はい、皆様こんばんは。おっさっけーの塾長です。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は軽く一杯197杯目になります。ロゼワイン、日本ワインのロゼですね。早速飲んでいきましょう。お酒の種類はワイン、ロゼ、日本、銘柄2015ココロゼ、原産地日本、栃木、足利、酒造所ココファームワイナリー、ぶどう品種マスカットベイリー A 主体、アルコール度数 10.5% になります。栃木県の足利ですね、浅草もしくは北千住から、まあ、特急両毛がね、まあ、一番、都内から行きやすいのかなと思うんですけど、足利って言ったら室町時代の、創始者っていうんですかね、足利尊氏の足利家の由来の地って言われてますよね。ですので国宝の万奈寺とかですね、あとはよく、お花のフラワーガーデンですよね、そういうところの名なんていうのかな、観光地になってたりするんですけど、でこのココファームワイナリーも栃木の足利のですね、一つ名所になってますよね。確か収穫祭とかだったら結構ね人が集まるっていうのは聞いたことありますね。そのココファームワイナリーのロゼワインで、一つの特徴としてはほとんどね、ほとんどというか大多数ですね、天然酵母、野生酵母ですね、そちらで醸されているワイン、そのロゼワインを今回いただこうというところですね。こちらのね、ロゼワインはマスカットベイリー A 主体っていうことで、まあ他にもね、ベリー、何やったかね、なんちゃらアリカントとかですね、ブラッククイーンとか、ベイリーアリカント A かな、なんかいろいろね、アッサンブラージュね、してるっていうことでね、いいバランスのものにね、なってるってとこですね。で、ココファームワイナリーはあれですよね、忘れていけないのは、試み学園ですよね。普段の生活で、なかなか、なんていうのかな、社会生活に馴染めない人たちの、集合施設っていうんですかね。そちらのね、試み学園を忘れてはいけない存在で、1950年代にですね、その試み学園の少年たちによって開かれた山のぶどう畑のふもと、まあね、私も2回行ったことあるんですけど、すごいね、傾斜ですよね。ものすごい傾斜のね、30何度やったかな、なんかものすごい坂ですわ。そこでね、坂っていうか山ですね、そこを開墾してですね、ぶどう畑を作ったっていう、すごいところなんですね。で、先ほど重複しますけどね、このワイン作りに関しては、ブドウの皮などに付着している野生酵母を中心に時間をかけて発酵、自然の力を借りて醸造しておられるっていうところでですね、ブドウ本来の潜在力を生かしていく、ブドウがなりたいワインになれるよう努める、ブドウの声を聞くっていう考え方ですね。まあ、改めて納得できますよね。そして忘れてはいけない言葉はあれですよね、その試み学園の園長ですね、こう川田昇氏が、残した言葉ということですね。それは何かというと、消えてなくなるものに渾身の力を注げ、例えばね、食事とかもね、ものすごいね、力を注げっていうことでですね、その、一連の流れっていうんですかね、ワインにもね、まあ、飲んだら消えてなくなりますもんね。それにね、可能な限り力を尽くしなさいというところがね、一つの、いい言葉になってますよね。そしてロゼワイン自体の存在なんですけど、白ワインと赤ワインに比べたらどうしてもちょっと埋もれてしまうっていうかね、なんか存在が埋もれてしまうっていうような感じはあるんですけど、私ロゼワイン好きですよね。まあ、今回ココロゼなんで、足利、栃木県足利のロゼワインですけど、日本のロゼワイン美味しいですよね。例えばね、どういうところがあるかというと、当然山梨とかね、長野にも秀逸なものはたくさんあるんですけど、私が印象残ってるのは、例えばですね、宮崎県、角ワインですね、延岡の手前、延岡と宮崎の間あたりですね、角、そこのですね、キャンベルワーリー、ロゼ、2種類あったかな、ドライとやや甘口がちょっと忘れましたけど、
あとは大阪ですね。大阪のね、ロゼワインですね。あれは河内ぶどう酒かなんかでしたかね。結構好きなものありましたよね。まあ当然あとね、たくさんありまして、新潟県の岩の原ぶどう園のね、みゆき花のロゼとかも秀逸ですので、秀逸ですし、山形県のね、ロゼ、武田ワイナリーのね、ザ・オースター、あとは朝日町ワイン、ロゼとかね、全部もういっぱい数えたらキリがありますよね。まあもちろんね、あの日本のみならず海外では、例えばタベル、フランスのコートデュローヌのタベルですね。あとはプロヴァンスのロゼ。あとブルゴーニュのマルサネかなのロゼとかですね、結構有名なものがありますよね。というぐらいね、ロゼっていうのは非常に魅力的なね、お酒の一つ、お酒っていうかワインの中でもちょっとね、埋もれてしまいそうな感じがするんですけど、非常に面白い存在ですね。ぜひとも皆さんね、機会があったら飲んでいってほしいなと思いますけど、まあ、個人的には白ワインと赤ワインの中間的って言うんですけど、どっちかというと白ワインの方にね、風味は近いんじゃないだろうかっていうふうに思いますよね。というところでちょっと早速飲んでいきましょうかね。いただきます。はい、心勢です。なんかいいですね、ラベルも色もね、非常にいいですよね。はい、ではパッセンを、例のごとくしていきますので、まだ分かりやすいようにカメラのアングルをちょっと上げてみましょうね。さあ、極力うまく解説できるようにつってやっていきましょう。はい、まずキャップシールがこうありますので、ソムリエナイフですね。まずナイフの方で、キャップシールを開けていきましょう。でポイントはですね、この辺からぐるっというのもいいんですけど、思いっきり手前からですね、ナイフを切っていく、キャップシールを切っていくのがポイントですね。こんな感じですかね。ギリ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 。結構ね、力をね、かなり入れます。ギリ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 。そうするとほとんどもうね、なんだろう、切れてるので、あとは残りの方をギリ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 、まあ、ギリギリばっかりね。まあちょっとね、先ほどこう縦に入れる線を忘れましたけどね、まあ、こんな感じですよね。そうしますとですね、ここに挟んで、こうやって取っていくと、おっと取れないね今日もね。ちょっと硬いかな今日な。おっとちょっとあれですね、すいません、なんかかっこいいこと言って結局開け方ちょっとね失敗してますよね。まあそんなこんな感じですよね。まあでもまだね、なんていうのかな、思いっきり汚くなく開けれたんじゃないかなと思いますけどね。そしてですね、コルクの方を開けていきましょう。はい、こういう風になってますので、このダブルアクション型ですね、ここが、2箇所あるところですね。それで、開けていきましょうね。まずは、斜めから入れていきます。斜めの方が中心に行きますね。斜めに入れて、斜めから入れてですね、はい、1、2で垂直に置いていきますね。こんな感じかな。はい、いきます。キュル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 。はい、こんな感じに行きましたね。そしてダブルアクション型なんで、まずここにフックを引っ掛けてですね、そして上に上げるのがポイントですね。上げていきましょう。こんな感じですね。そして、今度はですね、このファーストフックっていうんですかね、一つ目のフック、こちらをですね使ってですね、まあこの上の部分もそのポイントなんですけどね。はい、徐々に徐々に上げていきます。こんな感じですかね。はい、ここまで来ましたら、あとはこうやって手で開けていきましょう。今日はですね、はい、このようにね、マス線ができましたね。コルクできますね。うん、すごいチェリーっぽいような香りが早速してますよね。素晴らしいと思いますね。まあ無事に、マス線できたんではないでしょうかね。いつもそれですね、無事に。前回が結構ね、うまくいかなかったんですね。かなり焦りましたけど今日はですね、そこそこまあうまいことを言ったんじゃないでしょうかね。はい、コルクも置いときましょうか。こんな感じですかね。はい、次で飲んでいきましょう。綺麗ですね、やっぱりね。
トク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 っていう音になってますね。なんかいいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね、ばっかりやね今日ね。心せ。ではテイスティングをしていきましょう。はい、グラスワインできました。そうですね、透明感のある、ツヤのある、さえのあるって言った方がいいかな。淡いチェリー、まあ淡いっていうか、まあそうやね、淡いチェリーの系統ですね。夕焼け色みたいな感じですね。ちょっとオレンジ、まあオレンジがかってないね、夕焼け色ですねこれはね。ピンクがかった夕焼け色。粘性はこれはどうやろうね、ちょっと中央チックなところですね。さあ香りを嗅いでいきます。落ち着くね。なんていうのかな、ストロベリージャムチェリー、さ、いわゆる桜んぼですね。そしてですね、土っぽいような感じとかですね、あとそれと似てるんですが、焦げたような感じ、焚き火みたいな感じですね。って言ってもあのフォークストーブとかですね、あとウイスキーのピートみたいな、そういうようなロースト香じゃないんですけどね、ちょっと焦げ、あのいい意味で焦げたような感じでがするとか、そういう色ですかね、そういう香りですかね。あとなんていうのかな、あのマスカットベリー、特有のって言ったらいいのかな、そのスパイスな感じっていうか、スパイスっていうのは黒胡椒とかじゃなくて、まあ個人的にはジンジャー系統とかね、シナモン系統って呼んでるんですけどね、そういう香りがするのかなと。あと田舎の家屋的なね、やっぱり土っぽいような感じ、なんていうのかな、ブドウがその土のミネラル分をなんていうのかな、吸い取ってるっていうようなね、イメージがあるんじゃないでしょうかね。そして全面的には華やかなですね、ストロベリー、チェリー、場合によってはフランボワーズ、ラズベリー系統もありますね。そしてジャム、そういうような香りなんじゃないでしょうかね。さあ飲んでいきます。少し甘みありますね。バランスいい甘みがありましてですね、そして酸味、甘みと酸味のバランスが非常にいい。そしてですね、心地よい苦味および旨味ですね。そして程よいアルコール感。そうですね、全体的にあの甘みがあのやや豊かな甘みがあるんですけど、決して甘すぎるわけではなくてですね、甘さが全体の四季をとってるって感じっていうんですかね。そして食事に合う、これね、なんていうのかな、この甘酸っぱいような感じですよね、平方と言いますとね。ということは甘酸っぱいということは、いろんなね、お料理に合いますよね。まあ、このココファームワイナリーの推奨は、中華料理とかいうのもね、書いてましたけど、その通りだと思いますね。例えば、エビチリやら、酢豚。まあ、個人的にはちょっと麻婆豆腐もちょっと合わせたいなと。なんか負けそうな感じがするから、ちょっと麻婆丼にして飲むとかね。そんなのもいいかもしれませんし。あとは私ら、カツオとかも欲しいくらいね。まあ、ちょっと甘みがあるからどうかっていうところもあるけど、カツオで、甘い醤油をつけて食べるとかね、そういうのいいんじゃないですかね。さあ、グラス着替えでこちらの方も飲んでいきましょう。まあ、華やか&フレッシュですね。なんていうのかな、あのワインをそこまで召し上がらない方も美味しくいただけるというような印象ですよね。やはりあれですね、白とも違って赤とも違う、白と赤のいいところを取ってる、あの渋みはね、そんなないですわ。いわゆるタンニン、ポリフェノール関係はね、あのなんていうのかな、色はついてるんですけど、そんなにね、ザラザラすることはないんでね、飲みやすいですね。あかんな、これグイグイ飲んでしまうわ。やっぱりすごいですね、ココファームワイナリーのワインね。あとは野生酵母っていうのが一つポイントかもしれませんよね。これが複雑なね、香りやら味わいを呈してる、まあそういうことはあの確実に言えるんじゃないかなというふうに思いますよね。いやー、あの言葉ちょっと失うところもあるんですけど、レベル高いロゼワインですわ。日本のロゼワインは素晴らしい。改めてそのように再認識したお酒の塾長でした。今日も美味しくロゼワインいただきました。今夜は栃木足利のロゼワインで心瀬で乾杯。